シナさん決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日は前受けから行って、あの寺崎さんスピード良かったんで、あそこは出してという判断だったんでしょうか。そうですね、あの、まあ、間髪入れずに来るようなら出して3番手から勝負でもいいかなと思ってました。でその後3番手からしっかりまくってという、あの位置入ってもちょっと仕掛けられないっていうのは今まで新山さんあったと思うんですが、今日しっかり乗り越えて、これもまた成長なんじゃないでしょうかね。まあ、仕掛けられなかったことはあまりないので、仕掛けて失敗することはありましたけど、まあ、そのタイミングを少しずらして成功したので、まあ、今後生かしていければいいと思います。最後決勝への意気込みをお願いします。優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。